はい、今日も西風が強くて氷はどこかへ消えてしまいましたね。昨日はここに割れた氷がいっぱい溜まったんですが、ここで水温を測っている地点ですが、その地点もすでに氷はありません。で、氷の厚さを測っている砕けちゃう。